こんにちは、無重力のまさとです。今日はね、皆様にご報告があります。僕はこの度オリジナルのアパレルブランドを制作しました。はい、そうなんですよね。ついに、自分のねブランドというのを持つことができました。はい、そのブランド名なんですけど、アンチグラビティという風な名前になります。ちなみに今着ている T シャツ、アンチグラビティの T シャツです。僕が、このアンチグラビティっていう名前を付けた由来のお話をしたいと思います。アンチグラビティっていうのは日本語訳しますと反重力っていう風な言葉になります。それではね、反重力っていう言葉の意味をちょっとウィキペディアで調べて、ちょっと今からねお話していきたいと思います。反重力は物質物体に加わる重力を無効にしたり調節したりするとされる架空の技術である。現実の物理学では一般に不可能と考えられてきたもので、多くは SF 作品に宇宙旅行の基礎技術として登場するっていうふうに書かれています。この反重力っていうものは現実には存在しない技術になるんですよね。この SF 作品とか映画に登場するような架空の技術になるんですけど、この反重力っていうのはね、物質物体に加わる重力を無効にしたり調節したりとする、架空の技術であると書かれてるんですけど、物質物体に加わる重力を無効にしたり調節したりする、ん？それはプランシェそのものじゃないのかっていうふうに僕はちょっと思ったんですよね。どうですか？プランシェの体制ってね、もう現実じゃありえない体制じゃないですか。そのね、物質物体に加わる重力を無効にした状態がプランシェの状態じゃないのかって僕はちょっとね思っちゃったんですよ。僕はね、この反重力っていうこの意味を知った瞬間、もうビビッときちゃって、これまさに僕にぴったりの言葉じゃないのかなっていうふうにちょっとね思っちゃったんですよ。無重力をそのまま英語訳したら、ゼログラビティっていうふうになりますよね。なんかゼログラビティってちょっとダサいじゃないですかっていうふうに僕はちょっと思っちゃってたんですよね。なんかそのまますぎるし、なんかひねり加えたいなと思っていたところ、この反重力っていう言葉を見つけて、それをね英語訳するとアンチグラビティっていうことで、僕はねこの言葉を聞いて、あーかっこいいなってちょっと思ったんですよね。まあ僕はあんまりセンスないのでね、そこに関してはちょっとわからないですけど、僕自身はちょっとかっこいいなと思っちゃって、その意味もね僕にぴったりだなって思って、もう僕はもうこれ以外を考えられなくなって、もうこの言葉知った瞬間に、まあ、とりあえずアンチグラビティにしようっていうふうに決めました。もうこれに関してはね、誰に相談することもなく、もう自分自身で、あ、いいなと思って、即行これに決めました。というふうな感じで僕のブランド名はアンチグラビティっていうふうに決まりました。僕はこの実際に存在しない架空の技術っていうのがね、なんかいいなと思って。でもそれを可能にできているのが、ストリートワークアウトの動き、プランシェやそういうふうなね、その浮遊感のあるような技じゃないのかなっていうふうに思っちゃったんで、まあこのような名前を付けました。まあ僕はあんまりセンスないので、これがね、かっこいいかどうかっていうのはね、ちょっと皆さんどう思ってるのかわからないですけど、まあ僕はね、もう自分の好きなことをやりたいっていうのが一番なんで、まあこの好きな言葉を見つけれたんで、まあこの好きな言葉っていうのをそのままブランド名にさせてもらいました。そしてここからはその販売の日程などのお話をさせてもらいたいと思うんですけど、とりあえず今はちょっとまだはっきりと決まっていないので、ちょっと SNS で今後発信していこうと思います。なので僕の SNS、もしくはこのアンチグラビティっていうその、インスタグラムのサイトがあるんで、まあどちらかをフォローお願いします。販売日程や値段などもそこで、随時発表していこうと思います。なのでもしよければフォローの方よろしくお願いします。とりあえず今発表できる情報はこの、オリジナルの T シャツを、制作しましたっていうところと、サイズ展開なんですけど、サイズは M と L2 つのみになります。ちなみに僕が今着ているのが M です。僕は 165cm で M サイズで結構大きめの T シャツを作りました。これも完全に僕の好みで作らせてもらったんですけど、僕は結構ピチピチの T シャツを着るのが、まあ、苦手ではないんですけど、まあ普段でも着れるような T シャツ、そして、まあ、ストリートワークアウトって結構動きがある技っていうのが多いんで、動きやすい服っていうのを作りたかったんですよね。ということで結構、大きめなちょっとおしゃれ感のある風な感じで作らせてもらいました。この文字っていうのもね、ちょっと可愛めな感じに作らせてもらったんですけど、かなりお気に入りです。まあこれもね、ちょっとデザイナーの方にちょっと頼んで作ってもらったんですけど、まあ僕は結構お気に入りです。結構大きめに着れる感じなんで、まあほとんどの人が着れるような T シャツになっていると思います。
そして、この生地っていうのも結構こだわって結構厚めな作りにしました。僕は結構その汗とかで透けるのが嫌なんで、厚めの T シャツっていうのが好きなんですよね。そして結構重量感のある感じの T シャツになっているんで、女性の方とかでもこれ1枚で透けることはないんで、まあ安心して着られます。僕も結構 T シャツ1枚で着たいタイプなんで、そのなんか汗とかで透けて、まあ男性とかだとね、その胸とかの筋肉があったらね、ちょっと乳首透けちゃったりしちゃうと思うんですけど、まあそういう心配は一切ないです。かなり分厚い生地で作っていて、そしてまあ重量感のあるような T シャツになっています。色に関しましては今僕が着ている黒と、まあこちらの白、後ろに白があるんですけど、この2色展開で販売しようと思っています。まあ白もねかなり可愛いです。僕はねこの2つどっちも結構お気に入りですね。もうそして僕は今後考えている展開といたしましては、僕はちょっと明日からね大阪に1ヶ月ほど行くことになるんですよね。というふうな感じでちょっともう大阪に行く用意っていうのをね今していまして、とりあえずこの中に、この T シャツっていうのをねちょっと何枚か、まあ、入るだけちょっと結構入れて大阪に行こうと思います。そして僕は大阪に行ってゴートレイベントをね2回ほどやろうと思っています。とりあえずまずそのイベントに来てくれた方に直接販売をしようと思います。そこで直接ねこの T シャツちょっと販売したいなとも思っています。まあでもね直接このイベントに皆さんが参加できるわけじゃないので、まあそれでもねちょっと T シャツが欲しいっていう方は、まあ直接僕に DM もらえたらもしかしたら、対応できるかもしれません。そこはちょっとねはっきりとわからないんですけど、まあ在庫の問題とかねちょっといろいろあるんで、まあわからないんですけど、まあ直接 DM くれたらそのまあちょっとやり取りちょっとねご相談はできるんで、まあそういう形を取ってもらっても構いません。まあとりあえずでも一般販売っていうのはもうちょっと後になるかなとは思っています。まあでも個人的にまあ連絡くれても構いません。というふうな感じでねこれからやっていこうと思います。まあ今お伝えした通りね僕はちょっと大阪にねこれから旅立つので、まあこのショップ展開っていうのがねちょっと忙しすぎて全然できないんですよ。だから今こういう風な販売形態になると思います。この大阪が終わった後も、まあ東京とか名古屋とかねそのいろんなね都心部を回りたいなと思っているんで、まあそこでねさまざまなイベントを開催してその時にまた T シャツの販売とかもできたらいいかなとも考えています。まあそこはねちょっとまだはっきりと決まってなくて僕もね頭の中で考えているだけなんで、まあそこもちょっとね新たにちゃんと発表できるようになったら SNS で発表させてもらうと思います。だからねちょっと SNS のフォローの方ちょっとよろしくお願いします。そして僕は今後考えていることっていうのはこの T シャツを買ってくれたメンバーを集めて、チーム無重力としてねちょっと皆さんでコラボしてちょっと一本の作品動画などを作っていけたらなとかも考えています。その限定のオフ会とかもねやっていけたらなとちょっと考えています。っていう風な感じでね僕はいろいろ考えているんで、まあ、僕自身もワクワクしているんですけど、まあ皆さんもちょっと楽しみにしていてください。僕はもう自分の好きなことをやりたいんでもう自分の作りたい風にね作らせてもらったんで、まあ別に好みじゃなかったらそんな買わなくてもいいですし、まあ、値段自体もそこまでね原価を下げれない可能性もあるんで、まあまだちょっと値段の発表まだしないんですけど、まあでも僕はちょっとねそこはもう自分の好きな感じで作っていこうかなとこれからも思っています。という風な感じでね今後まあちょっと様々な種類展開していこうと思っています。とりあえず第1弾といたしまして、まあ、この T シャツを販売することになりました。という風な感じでね僕はこれからこのアパレル展開とともに、様々なイベントをねちょっと開催していきたいと思います。皆さんちょっとこれから楽しみにしていてください。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。こいつをねちょっと当分触れなくなると思うと寂しいですね。向こうについてねちょっと大阪でディップスバー購入しようかなってちょっと考えてるんですよね。1ヶ月もいるとディップスバーあってもまあ多分いいかなとは思うんで、まあ今後ね僕大阪に拠点移すかもしれないとか考えたらちょっと向こう行ってディップスバー買うかもしれないですね。いやー寂しいですねこいつをもう触れなくなるのは。もうこれで最後っすね。はい。1ヶ月後にまた会おう。
ちょっとね、今後の YouTube のことについてね、お話しておきたいと思うんですけど、ちょっとこれからの動画っていうのは、まだ徳島の時の動画、ストックがいっぱい残ってるんで、その家トレ動画だったり、外で撮った動画だったりっていうのが残ってるんで、まあ当分の間はその配信がちょっと多くなると思います。そしてたまにね、大阪の動画を差し込んだりすると思うんで、ちょっとね、過去と今の動画がね、入れ違いになっちゃったりするかもしれないんですけど、理解した上でちょっとご覧ください。という風な感じで、まあ今からとりあえず僕は大阪に行こうと思います。大阪でちょっとストリートワークアウトを有名にするために、ちょっといろいろ活動していこうと思います。そしてね、このアンチグラビティ T シャツっていうのもね、販売したり、ちょっといろいろやりたいと思ってるんで、まあ大阪のイベント来られる方っていうのは、ちょっとよろしくお願いします。はい。ということで、行ってきます。バイバイ。